平野翔の笑顔と新演出。ナンバーアンダーライン愛、ナンバーワンツアー、福井公演を徹底解説。親戚ファンカム付き、平野翔越前ガニに興奮。ナンバーアンダーライン愛、ナンバーワンツアー、福井公演の胸熱 MC& 新セトリ公開。ナンバーワンツアー、福井公演の初日は、ファンにとって特別な一夜となりました。ナンバーアンダーライン愛の平野翔さん、岸優太さん、 神宮寺雄太さんが繰り広げるステージは、まるで夢のような美しさとパワフルさを兼ね備え、多くのファンが涙を流しながらその瞬間を見守っていました。ステージに現れた3人は、音楽とダンスを通して会場を一瞬で圧倒し、観客はその場から目を離せなくなるほどでした。特にトロッコで観客のすぐそばを通り過ぎる演出があり、翔さんが通った際の歓声は耳をつんざくほどで、まさにアイドル界の。 王の貫禄を見せつけた瞬間でし翔さんは会場に笑顔を届け、ファンに優しく声をかける姿に多くの人が感動しました。このとき、ファンの方々が歓声を上げるのと同時に涙を流していたのも印象的で、観客とアーティストが一体となる幸福感が会場全体に広がっていたことがわかります。ステージ衣装についても見逃せませんでした。ラスト近くで翔さんが身にまとった白い衣装は、 彼の魅力を最大限に引き立て、逆光に照らされる中でのパフォーマンスは、あえて顔をビジョンに映さないことで、神秘的な雰囲気が生まれ、観客はまるで夢の中で彼を見ているかのような錯覚を覚えたといいます。そして、ふとした瞬間にタンクトップの下がのぞく神宮寺さんの姿も、ファンにとってはドキッとする魅力的なポイントでした。見えそうで見えない、その一瞬の美学が、ファンの想像をかきたてる魔法のような演出となりました。 ファンの方々は双眼鏡を通して、彼らの腕の筋肉や表情の陰影に見惚れていたようです。細部まで計算された衣装やライティング、そして緻密に練り込まれたステージングが、よりリアルでエモーショナルなライブ体験を提供していたことが感じられます。さらに、岸さんのソロ曲での演奏には圧巻の一言でした。岸さんはギターを手に取り、音の層を重ねるように演奏を続けていき、観客に生音の迫力を感じさせました。 ドリームボーイズで培ったスキルがここでも発揮され、ファンにとっては岸さんの成長を目の当たりにする喜びがありました。特に現在の髪色と長さが似合っている横顔が話題となり、その姿に多くのファンが胸を打たれたといいます。また神宮寺さんもラフなバンド T シャツ姿で登場したにもかかわらず、色気と儚さを兼ね備えたパフォーマンスを見せ、観客を魅了しました。彼のボーカルも絶賛されており、 ステージでの落ち着きと柔軟さが感じられる場面でした。ナンバーワンツアー福井公演の会場であるサンドム福井は、ファンにとっても見やすく、音響が非常に良いことで評判でした。観客席が舞台に近いため、立ち見席でも視覚的に満足度が高く、ファンは、音響も素晴らしかったと口を揃えています。観客の反応がライブの熱気にさらなる拍車をかけ、3人のメンバーもそのエネルギーを存分に受け取っていたようです。 翔さんは福井名物の越前ガニに興味を示し、会場の観客と楽しそうにトークを交わしていました。聖子ガニと何度も聞き返す様子に、観客から笑いが起こり、その親しみやすい姿に多くの人がほほ笑みました。このような何気ない会話がファンとアーティストの距離を縮め、ステージと観客の一体感が生まれる瞬間を作り出していたのです。また、観客の中には、平野翔さんが元気そうで幸せそうで、 涙が出てししままったたと話す人もい翔さんが、今日は思いっきり声を出してねと観客に促し、その呼びかけに応えるようにファンは大きな声援を送りました。3人のパフォーマンスの中で一番印象に残ったのは、ブロイヤアーカバーという曲での演出でした。この楽曲では、彼らのシルエットのみが映し出され、顔を見せずにダンスで魅了する演出がとても斬新で、 美しくも幻想的な空間が作り出されました。暗めの照明の中で3人が踊る様子は、まるで映画のワンシーンを見ているようで、観客はその圧倒的な美しさに心を奪われたといいます。シルエットの中での動きに目を奪われ、表情を隠すことでさらに深まった彼らの存在感が、観客に忘れられない印象を残したようです。公演が進むにつれ、観客とステージ上の3人の絆はますます強くなり、 最後の曲が終わった瞬間、会場中が歓喜と感動に包まれました。ファン同士が助け合い、見知らぬ人と一緒に、見えますかと声をかけ合うなど、思いやりと優しさがそこには溢れていました。あるファンは小さなめっ子を連れて立ち見席にいたのですが、他のファンが席を譲ってくれたエピソードもありました。この温かいエピソードは、ライブが単なる音楽体験を超えて、ファン同士が支え合う場でもあることを象徴しています。 福井公演を通して、ファンは改めて三人の姿に心を奪われ、深い絆を感じました。ライブという瞬間を共にした観客とアーティストが、その日だけの一期一会を共有し、まさにかけがえのない体験を持ち帰ることができたのです。ファンにとっては、ステージでのパフォーマンスだけでなく、翔さんの優しさや、騎士さん、神宮寺さんの真摯な姿勢が胸に響き、 これからも応援し続けたいと強く感じる瞬間となったことでしょう。そして、公演後には多くのファンがその余韻に浸り、SNS やファン同士の交流を通して思い出を共有しました。特に、ナンバーアンダーライン愛の3人が発信するメッセージには、それぞれの個性と成長が感じられ、ファンも深い愛情を持って彼らを見守っています。平野さんはツアーを通してファンに感謝を伝えることを忘れず、SNS では、 また会おうねという温かいメッセージを残し、ファン一人一人を大切に思う姿勢が伝わりました。岸さんは公演の後もステージでの自分に対する厳しい目を忘れず、次の公演でさらに良いパフォーマンスを見せられるよう意気込みを語っており、その真摯な姿勢に多くのファンが感動しています。神宮寺さんも、この瞬間を一緒に過ごせることが幸せ、とファンに対して感謝の気持ちを伝え、シンプルで誠実な言葉が多くの心に響きました。 また、このツアーはナンバーアンダーライン愛にとって新たな挑戦の場でもありました。今まで培ってきた経験をもとに、彼らはパフォーマンスの幅を広げ、音楽やダンスのスキルを新しい形で表現しています。3人それぞれの個性が見事に融合し、一体感のあるステージが完成しているのは、これまでの努力と成長の証と言えるでしょう。平野さんのダイナミックなパフォーマンス、岸さんの確かなリズム感、 そして神宮寺さんの柔軟な表現力が見事に調和し、観客に忘れられない印象を与えるステージが実現しました。こうした進化は、ファンにとっても嬉しい驚きであり、今後も彼らがどのような表現を見せてくれるのかという期待感を抱かせます。公演後、ファンの間では、今日の公演は本当に最高だった、まるで夢の中にいるような気分だった、といった感想が飛び交い、彼らのパフォーマンスがいかに観客の心に響いたかがわかります。 ナンバーアンダーライン愛の3人は、ただステージ上で歌い踊るだけでなく、会場全体を一つにまとめ上げ、ファンの心を一つにする力を持っています。ファン同士もライブを通して新たな友人を得たり、同じ瞬間を分かち合う仲間として強い絆を築いたりすることができるのです。このように、ライブがファンとアーティスト双方にとっての、特別な場所となり、日常から切り離されたかけがえのない体験を生み出しています。 さらに、今回のツアーでは、それぞれの都市で地元の文化やファンとの触れ合いも大切にされています。福井公園では、福井名物に興味を示したり、観客に地域特有の話題で親しげに話しかけたりする場面もあり、地元ファンにとって嬉しいひとときでした。地方公園では、ファンとの距離がより近くなることが多く、地方ならではの温かい雰囲気の中で、観客とアーティストが一体となるライブが展開されます。 観客も、こうした特別な時間を共有することで、彼らとの絆がより深まっているのを感じると言います。最後に、今回の公演を終えた3人は、次の都市へと向かい、新たな会場でファンとの出会いを楽しみにしています。ナンバーアンダーラインアイのナンバーワンツアーは、ファンにとっても、そしてメンバーにとっても一生忘れられない瞬間の連続となっています。彼らの音楽、ダンス、 そしてメッセージがもたらす感動は、観客の心に深く刻まれ、長く記憶に残り続けることでしょう。ファンにとって、彼らと共に過ごすライブの時間は、人生の宝物の一つとして、いつまでも大切にされるに違いありません。